がん免疫療法過信は危険。はい、本庄さんがですね、あのほらオプジーボをね、作ったということで、まあがん特効薬作ったということで、まあね、ノーベル生物化学賞だっけ受賞しました。で、がんの免疫療法というのはちょっとね、注目されています。ただノーベル賞で相談殺到、怪しい情報に注意してくださいと、効果がない患者もいますよと。でしかも眉唾の免疫療法も多いですよと。はい、だからこれまではね、ほら、胃を持って胃を制するじゃないけども、抗がん剤って要するに毒ですよね。患者が死ぬかがん細胞が死ぬかどっちが先かみたいな。だからもう抗がん剤入れるともうがん細胞もヘロヘロになるけども、患者もヘロヘロになるわけですよそういうね、要するに攻撃するっていう、そういう治し方なんですけども、それに対してがんの免疫療法というのは、そのがん細胞を敵視してね、このやっつけるんじゃなくって、その体が持っている、そのがん細胞を排除する、そういう力、これ免疫って言います。免疫を高めると、だから敵をやっつけるんじゃなくって、この免疫を高めることによって自然と体自体ががんを排除する力を持つというですね、これが免疫療法ですよね。だからオプジーボというのは西洋的なね、ただただ攻撃する毒を持ってね、患者が死ぬかがんが死ぬかみたいな、そうではなくて、患者さんのね、その生きる力、健康な体をね、を作ろうとするというか保とうとする力、これを高めるというね、まあ、これがですね免疫療法、まあ、新しい発想で、まあ、どちらかというと西洋的な発想ではなくって東洋的、日本的な発想なのかもしれませんね。がんを敵視するのではない、まあこれ発想の転換ですわ。ただね、この免疫療法といってもですね、ちょっとノーベル賞受賞でものすごい注目されて、いろんな免疫療法あるんで、何でもかんでもねいいのかというと、そうでもないらしいと。いや、抗がん剤をですね、敵視する人も多いんですけども、でも現に抗がん剤で治る人もいるわけなんですね。で、やっぱりね、そんな西洋医療なんか嫌だと、自分は東洋医療で行くんだって言って抗がん剤を入れてれば治った人がね、免疫療法に走ったがために進んじゃって治んなくて死んじゃう例だってあるわけですよね。はい、難しいですね。私ががんになったことがないのでわからないですけども、どうでしょうね。まあ、このオプジーボみたいなのが効くような、まあ、幸いそういう感じであればね、それで治れば一番いいですけど、そうじゃないとなった時にですね、じゃあそれ以外の本当に効くかよく分かんない免疫療法にかけるのか、それとも抗がん剤にかけるのか、これ2つの1つ、これ難しい判断でしょう。だからほら、巻き戻しできるんだったらいいんですよ。じゃあまず免疫やってみようと、ダメだったらね、戻ってやれるならいいんですけど、戻れないんですよね。ああ、あの時抗がん剤入れとけばよかったって言われてもですね、後の祭りということもあるので、でしかもほら、早く対処するかどうかっていうのが大切じゃないですか。もうだいぶ経っちゃうと、もう選択肢もね、狭まってきますよね。最初の頃っていろんな選択肢があったりするわけで、そこの初動をね、間違えるとですね、本来だったら生きられる人が死んでしまうということもあるわけで、だから免疫療法といってですね、信じさせてですね、高いお金払わせて、結局患者さん死んじゃいましたっていうのはね、これはちょっとね、まあ、ちょっと読みます。いきますよ。本庄教授のノーベル医学生理学賞か、受賞の決定を受けて、がん免疫療法に対する相談が関係機関に相次いでいる。効果が実証されている免疫療法は一部にもかかわらず、効果不明の怪しい情報も飛び交うなど、期待が先行しており、専門家は正確な情報収集をと警告している。周囲からノーベル賞の先生の薬が効くかもしれないと促され、医師に相談したが効果はないと言われた。なんとかならないでしょうか。卵巣がん体験者の団体スマイリーの片木美穂代表のもとに、40代の女性患者からこんな相談が寄せられた。オプジーボの効果が認められているがんは胃がんなど7種類だけで、卵巣がんには推奨されていない。今受けている抗がん剤治療が最善とされる標準療法だと説明したが、患者は泣き出した。まやかしの希望を見るのは辛い、正確な情報が伝わっていないと片木さんは嘆く。同団体には患者から約20件の同様の相談があったという。だからオプジーボ、がんの特効薬ですよね。私のがんもこれで治してください。
いや、これ効かないんですよ。効かないんですか、あーというね。それはもうね、オプジーボの話聞いてね、特効薬だって聞いたら、じゃあ自分もこれで助かるんじゃないかなと思う。でも効かないと言われたら、ね、それはね、ちょっと舞い上がってしまった自分がですね、なんかもう、ね、もう泣き崩れてしまうということにもなってしまうわけですよね。免疫療法はオプジーボのように免疫を阻害するブレーキを外したり、逆に免疫を活性化させたりするものがあるが、国立がん研究センターによると、ほとんどの免疫療法は有効性が認められていない。オプジーボなど効果が確認されている免疫チェックポイント阻害剤でも効く患者は 2,3 割とされている。がんが消えるといった宣伝文句を使い、保険が効かない自由診療で提供するクリニックも増加。全国がん患者団体連合会は、安全性が確認されていないがんの患者に使用されていたり、法外な治療費を請求されたりするケースも散見されるとして、免疫療法に注意を呼びかけるとともに、すべての患者にとって夢の薬とは言えないとする。まあよくあるんだよ、そのこの先生のこの治療で末期がんの人が蘇生しました、治りました、ほら消えましたとかね、保険は効きません、じゃあまず500万円積んでくださいみたいなね。いや、それもほら心理状態からしたらね、だから相手金持ってると思うからそういうふうに言うわけでしょうけれども、やっぱもう藁にもすがりたい患者さんのね、もしくは家族のその心理状態を巧みに使ってね、いや本当にそのお医者さんがね効くと思って進めてんだったら、それはねまだしも効かないの分かってるんだけども、いやこれでまあ治りますとか言ってね、高いお金を要求すると、まあ足物を見た足元を見たビジネスですよね。そういうのもあるやに聞きますよ。はい。何でしたっけね。ね、例えばほら、そうね。結構芸能人とか有名人でもですね、あの時に免疫療法みたいな走っちゃって、それで、結局治るものも治らなくなったってものね、よく言われるじゃないですか。だから民間でも結構あるんじゃないかと思いますよ。はい。一方、日本臨床腫瘍学会は現在、平成28年12月に策定したガイドラインを改定中。新しく追加された新薬の情報や副作用の項目を増やして注意を促し、免疫療法を効果的かつ安全に行われるようにするという。がん研究センターの若尾がん対策情報センター長は、免疫療法の中には不明瞭な患者体験談やデータとともに効果が宣伝されているケースもあり、注意が必要。不安がある場合、まずは主治医に相談することが重要。正確な情報の収集に努めてほしいと話した。そうですね、ああそうね、海老蔵さんのところね、よくわかりませんですけども、そのようにも言われますけどもね。高人さんだって書道間違えたんじゃないかとも言われてますもんね。はい、ということで、まあね、そうですね、昔からよく言われてんの、昔からよく言われてんのと、ほら高濃度ビタミン剤とかあるじゃないですか、ね、例えばビタミン C をかなりの濃度のものをですね、こう毎日摂取すると、まあ、ビタミンはですね、免疫を高める、特にビタミン C は免疫を高める、力があると言われているということで、これを超高濃度でですね摂取するとかなり、ね、がん細胞が小さくなるなどという話もね聞いたことありますけどもね。ビタミン C だったらまあそんなに体に悪くなさそうですから、じゃあちょっとの濃いやつをバンバンね、入れてみようかみたいな、風にですね、思ったりなんかもすると思うんですけども、まあそれまあ併用、本当は併用が効きゃいいんだけどね、抗がん剤とそういう免疫療法を一緒にやっていいんだったらいいけど、一緒にやっても意味ないのかな、ちょっと分かりませんけどもね。まあね、結構ねほら
ネット上に医療情報、ほらこういう場合こうしたらいいとか、これが効くとかいっぱいあるんですけど、玉石混合ですからね。かといってお医者さんが言うことが全部正しいかどうかも分かりません。だからね、難しいですよ。今は情報が氾濫しすぎちゃって、何を信じたらいいのかね、難しいですね。まあだからこそ悪質な業者はあっちゃいかんですわ。聞かないこと分かっててね、なんかこの弱みにつけ込むような形でね、食い物にするっていうのはあっちゃいけないと思いますね。あ、笑いまくると良いって話聞いたこと、あ、それはそうみたいですよ。なんか笑うとね、体が元気になって病気がね、治るっていうの聞いたことありますね。はい。